昆虫の分類では、昆虫の分類学上の位置づけやその回分類について説明する。昆虫類という用語は、講義では六脚アモンヘクサアッポダを指すが、競技では六脚アモン中の二項、昆虫砂と打ち、アゴ砂のうちの、昆虫砂インセクタを指す。本校では、講義の昆虫類の分類を扱い、内学類についても述べる。昆虫類は、 動物カイキングダムアニマリア脱皮動物上門、スパーファロムエクリセソア節足動物門ファイラム、アーサラポダに属している。節足動物門は大きくハサミ角アモン、甲角アモン、ターシアモン、六脚アモンの4つの分類群に分けられる。これらの系統は以下のようないくつかの見解に分かれている。形態からは後期に大アゴを持つ、大アゴ類、陸上生活で器官を持つ、 有機管類がそれぞれクレードをなすと考えられてきた。形態に基づく、系統関係では六脚アモンと大足ア,アモンが近縁であったのに対し、分子系統学では、広角アモンと六脚アモンが単系統をなすことが示唆されているが、解析方法により異なる部分も多い。各階級名の右に、がある場合、別名、または異名を表す。 階級までの系統樹を示す国立天文台、理科年表平成28年をもとに作成。側系統群の可能性あり。絶滅したオートンボ目プロトドナタに属するメガネウラメガネウラマニの化石。絶滅した昔ギスメプロトロタプターのプロトファスマ、プロタファズマウッドボーディの化石。アモク階級までの階分類をここに示す。 岩波生物学辞典第5版を参考にした。は、絶滅目。カトアルキメマンタフジーズマティディアのマンタファズマザフィラ、ハット、岩波生物学辞典第5版、P1598 には、クックローバパックとあったが、パランセクタクラドンデシスなどより、クックローバペックが正しいハット AB、岩波生物学辞典第5版、P1600 には、ロスラーとあったが、 トログアモーファインセドイドなどよりロスラーが、ただしい、イワナミ生物学時点第5版には1977年と、あったが、ホワイティング、マイケル・カイ、カーペンター、ジェームズ・シー、ウィーラー、クエンティング・ウェイン、ウィーラー、ワード・シー、ザ・ストレイプ・シプター・プロブレム、ファイロジェニー・オブ・ザ・ホラ・マタベラス・インセクト・オーダーズ、インフォード・フロム 18S&28S ライベソマル、 DNA sequences and morphology, systematic biology 46,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/.pubmed/.11975347 より1997年がたったしありがとうございます。